どうも、二人高橋です。さあ、今回の役職はででん狩人。大事。はい、今回の役職は狩人ですね。で、部屋はこんな感じ。豚男いて、ゾンビいて、堅牢いてって感じなんですけれども、あのね、この部屋のちょっと特殊ルールとして、これ僕部屋の話なんですけど、これ立ててみたんだけど、初日占いはあるんだけど連続ガードがなしなんですね。で、人狼陣営が2人しかいません。だから初日に人狼が、初日にっていうか、まあ占いがこう出てくるんだけど、初日の占い出たところで1日目ランダム白で、2日目に、まあ、黒当てたとしてもそこ噛まれて、最終日かなりきつくなるという、最終日っていうか、もう残り黒を見つけるのが困難になるし、結構苦しいですね。連続ガードなしなんで、どこで役を守りに行くかっていう。10秒前。正直情報は落としたいところではあるから。狩人かなり、このルールにおいては非常に重要度が高い。豚男とかがだるいんですよね。狩人語るかもしれないし。でも狩人、豚男って狩人で出づらいんじゃないかな。出てロラ展開になるの嫌だもんね、豚男って。さあ。おはよう。よろしく頼む。おはよう。出るんだ。カミングアウト。出るんや。出るにゃ。出るにゃになっちゃった。出るにゃになっちゃったよ。まあいいわ。まあええ。カミングアウト。トーマスシロ。スライドとか何？スライドとか何マジで。ああ、まあ OK。確定なのか。そしたら、新潜伏してるなら出てくれな。いないならマリアの確定。よし、なしな。潜伏は消します。 OK、 確定で。ビールビールつられ位置だな。マリアの進行でいい。マリアの進行で、マリア進行、トーマス確定しろでいい。ビルのスライドってこれ何の意味があったんや、この人。この狩人どうしよう、嫌なんだよな。霊能出ないでほしいけど、堅牢だからな。霊能噛まれて乗っ取りとか面白くないんで、霊能か出したいところ。剣狼だしな。そんな運よく噛めない。こわ。トーマス、非霊能をすかす。すかすな。トーマス、非霊能をすかすな。まあでも、今日はトーマス、噛まれる可能性が非常に高い。トーマスが役なら出ておいて損なし。延長希望。
延長希望、延長希望、霊能か占い株かの心理戦になるとか。トーマスか占いだろ、霊能なんて構わないだろ、もうどうでもいいんだから。潜伏追ってたっていうか、潜伏は追うべきだよ。村支店、これで明日実は死んで潜伏なんて見たくないでしょ。カミングアウト。トーマス、非霊能じゃねえのかよ。マジ、これは痛い、痛え。これは痛え。カリウド可愛さすぎるだろこれ。カミングアウト。え、マジ？マジ？出んのかよ。アーマー？トーマス。トーマスアーマー？カミングアウト。カリウド仕様。変な見せっぴやめてくれ。見せっぴやめてくれ。ちょっと待って、どうすればいいの。エリック死んだ。とりあえずエリック死んだ。で、オーケー。よし、グレーか。1分前。マリア、巻きで行こう。エマソフィア。エマソフィア把握。保温していこう。もう回避ないしな。じゃあソフィア、オッケー。30秒前。クソ大事じゃん。トーマス、カリウド仕様、仕様なのか。ははやば、噛まれてほしい、マジで。10秒前。カリウド先生には本当に期待していますので頑張ってください。かっこ人ごと。よし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 。10秒前。さあ、ここまで。狩人圧かけられるの久しぶりだな。そして自分もかけていく。これな、 GJ1 増えたら縄1増えるんよ。 GJ1 回出たら、いやーでもこれ賭けでマリアンヌ噛んでくる可能性全然あると思うんだよな。シンプルにマリアンヌ行かせて。もうシンプルにマリアンヌ行かせて。シンプルにマリアンヌ行かせて。頼む。オッケー、よかったよかった、マジでよかった、マジでよかった。かっけー、おはよう。かっけー、かっけー。
かっけー、かっこ俺な。うん、トーマスじゃないんだよな。マリアンヌ、結果を。エマシロ、エマシロか。レノは、ソフィアシロ。わお、マジか。オッケー。あー、出ようか、出るかな。これ出る意味あるよな。トマトどこ守りなん。それ言う必要ある？メアリー、メアリー、ジェイ、サンドラ、私視点、メアリー、ジェイ、サンドラ、釣り切りで、釣り切りで勝ちか。あ、ビルもいたか。四縄だから、四縄だから私出とく。カミングアウト。マリアンヌ声マジよかった。いや、トーマス対抗じゃないよ。CO ってのがもう意味ない。え、トーマス降りていいよ。え？で、出るだろ、グレーなんだから。カミングアウト。うん、よいしょ。いやー、トーマスナイスだった。ありがとう、トーマス。よかったー。メアリー・ジェイ・サンドラに一狼はいる。メアリー・ジェイ・サンドラ・ビル、ビルに豚いるなら出ていいよ。絶対噛まれないから。諦めて諦めて村側に着いたらどうだ。カミングアウト。出た。あ、豚さん、豚ちゃんか。ふひー。てか、まあメアリー釣ろうぜ。間違いなく、間違いなく人外だし、メアリーでいいよ。うん、豚か、豚か狼か知らんけど、釣っていいでしょ。噛まれない、さすがに、さすがに噛まれないね。で、今日はマリアンヌ死ぬんで捨て声しましょう。
まあ、どうせ噛まれるんだけど、カミラがね。捨て声意味ないけど、まあ、一応ね、万が一があるから。トーマスは30秒前。トーマスが豚男だったら降りなかっただろうね。でもね、ないよな。でもまあとりあえず適当に霊の守りになることないからな。じゃあその エマあたり守っとくか。エマあたり隠しろのエマを。10秒前。はい、でさて、白だった？おーん、まだ二郎いるのか。忘れたけどビルもあるからね。トマト残しでグレー行っていいんじゃない。サンジェイでニオオカミか。よし、そうしよう。詰めるぞ。J が初日にエマ殴って仮指定にエマ入ったぐらいだな。入ってた。1分前。ビルは投票前。チャットなかったね。そんくらいかな。情報落ちたのそんぐらいだな。どうしよう。30秒前。まあでもまあ大丈夫だろ。ビルに変える。オッケー。ビルオッケー。うさんくさい。10秒前。うさんくさい顔出しな。ゾンビはいろいろあったトラウマ？なんですか？何があった？トーマスは霊引きずり出したのがあったんだけど、ゾンビではそれはさすがにしないと見て、エマの方がゾンビ目。まあトーマスは村くせえやな。まあ豚とか、あ、じゃあ豚じゃねえわ。豚はメアリーか。トーマス村じゃねえ。普通村にあったしな。10秒前。さあビル死んでいく。ビルなんて言ってた今、遺言で。サンドラ・ジェイ。このビルの最初のスライドは狼だったらしない動きかもしれないけどな。ちょっとわかんないな、普通に。
全然黒もあると見てビルでいいか。狼頑張って感染先噛んでくれ。もう護衛するとこはねえな。じゃあ行くで。100噛まれるんだよな。お互いサンドラは J ビル、ビルはサンドラ J、 J はサンドラビル。10秒前これ黒落ちてなかったらマジでビビるわ。負けちゃう。マジです。マジでゾンビ勝っちゃう。てかこれ狼はもう勝ちない。狼は勝ちねえのか。エリック神？なんでエリック神？嬉しい。なんか生きれて嬉しい。なんでエリック神なの？なんで？おはよう。エリック神？でもゾンビあれか。ゾンビの感染先か。サンドラ J かいな。神の神の方が良かったか。オッケー。ビルはスライド、ビルは市民すらだったか。サンドラからで。時間よろしく。ゾンビ勝ちやよな。ゾンビ勝ち嫌やな。期待しようぜ。エマゾンビならジェイさん噛んでくれよ。ジェイ。時間よろしく。これはもう時間よろしく。村が勝つかゾンビが勝つかだから。狼先生、エマトーマスでゾンビ目高い方を殺してください。お願いします。お願いします。10秒前。いやー、ゾンビ勝ちたく、勝ってほしくねえな。ゾンビに勝たれたくねえな。守るとこがないんだよな。で、仮にここは護衛しない方がいいな。護衛なしの方がいいな。うん。お、トーマス行ったか。ゾンビであれ。エマがゾンビ、エマの方がゾンビっぽいけどな。あー、トーマスゾンビだったのかな。どこかわかんねえけど。おはよう。
エマ、お前ブラか。J 釣りで。時短よろしく。時短よろしく。よかった。延長希望。トーマスゾンビかな。いや、わかんなかったな。トーマス豚だったりして、ソフィアかな。10秒前。あー、メアリーがゾンビとかのもあんの。いや、ないよな普通に。釣られるの分かってるよな、あの仕様。普通によかった。ゾンビどこ。ありがとうございました。うわ、トーマスゾンビ。ありがとうございました。トーマス惜しい。てか、え、トーマス噛まれてたら、噛まれてなかったら負けか。トーマス勝ちか。感動した。うん、感動したわ。ありがとうございました。いや、よかったいやー、ビル釣ったらバカだったな。危なかったんだ。ビル市民だったんだな。スライドおじさんだったんだ。カメラ噛もうとしてたんだけどね。まあ、そこのエリック守りとかカメラだったな。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。なかなか面白かったですね。うん、危なかった。ヒヤヒヤしたね。トーマス、本当に惜しかったね。はい、ありがとうございました。ジジ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。